皆さんこんにちは、はるなです。今回の動画では今更なかなか人には聞けない AWS って何なのっていうところをギュッとまとめてお話をしていきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。まず AWS は Amazon Web Services の略です。頭文字を取って AWS と言われています。一言で何かというと、よく言われるのは Amazon が提供しているクラウドサービスと言われると思います。ただクラウドサービスってまとめられるとクラウドという言葉があまりに広い概念だったりするので、なんとなく何ができるのか分かりづらいなって思われると思います。じゃあ AWS が何ができるのかというと、ネットワークやサーバーを提供してくれるものになります。私たちが今例えばウェブサイトを構築して世の中に発信したいなとか、何か新しいアプリケーションを作って提供したいなとか、まあそんな何かやりたいことっていうのは基本的にネットワークにそのシステムがつながっていないと世の中には発信ができないですよね。社内のシステムとして見た時にも、例えば誰かと同じファイルを一緒に使いたいとか、一緒に更新したいとか、そういうものももちろん社内の人たちと同じネットワークにつながっている必要があります。こういうシステムを作るときにネットワーク環境だったりサーバー環境が必要に必ずなってくるんですけど、それを提供してくれるのが AWS です。まずそのサーバーですが、どのようなサーバーが必要になるのか考えます。ウェブサイトを提供したいのであればウェブサーバーが必要になりますし、データを入れておきたいってなればデータベースサーバーが必要です。メールの送受信の機能もいるんだよねってなればメールサーバーも必要になってきます。実際もっともっとたくさんの種類のいろんなサーバーが存在します。ただこれは実際にはウェブサーバーというものとかデータベースサーバーというものがあるんではなくて、サーバーに必要な機能のソフトウェアをインストールしたものになります。例えばウェブサーバーであればウェブの機能が入っているソフトウェアをインストールするとか、データベースサーバーであればデータベースの機能を持っているソフトウェアをインストールするというようなイメージになります。サーバーにどんなソフトウェアをインストールするかで、そのサーバーの用途が決まります。ではこのサーバーをどうやって用意するのかっていうと、ここにも様々なやり方があります。一つはオンプレミスと言われるやり方で、自分たちでサーバーを購入してきて設定をして自分たちの社内に置いて管理するようなパターンがあったりします。ただこれはやっぱり自分たちのビルにあるので、停電があったりとか地震があったりとか、いろんな時にそのサーバーが壊れてしまったりデータがなくなってしまうんじゃないかというようなリスクがあります。なのでもう一つのパターンとしては、データセンターと呼ばれるもっとサーバーを管理するために作られたセンターで管理をしておくというようなパターン、ハウジングって言われるものだったり、さらにその中に事業者さんがサーバーを借りてそれを私たちは使うだけですよというようなホスティングと呼ばれるパターンもあったりします。で、今ウェブサイトとかを作るときに多いのはレンタルサーバーと呼ばれるもので、このサーバーをみんなでいろんな会社で共有して使いましょうね、代わりに安く使えますよとかっていうような手段だったりっていうのがあります。で、そのいろんな手段の中の一つとしてクラウドサービスがあります。で、このクラウドサービスにも今いろんな会社さんがいて、例えば外資系で言えば AWS だったり、Google だったり Microsoft の Azure だったり、アリババとかってたくさんあります。で、国内のクラウド事業者さんもたくさんいらっしゃいます。じゃあこのクラウドがどんな風にメリットがあるのかっていうと、大きく6つあります。1つ目は固定のコストだったものが重量制の課金の方式になるっていうことです。何がいいかっていうと、今までは最初に大きなお金を払ってもうそれを使うっていう形だったのが、使った分だけの支払いになるので、お試しで使ってみるっていう時にもちょっとだけ使ったらその分だけの引き落としになりますし、使わない時っていうのの課金がされないのでコストメリットも出やすいというメリットがあります。2つ目は自由にスケールができることです。今までだったらサーバーを購入してきたらもうそのサイズでしか使えないので、それ以上いっぱい使いたい人が出てきた時にはもうサーバーは
ダウンしてしまったりとか、逆に全然使う人がいなくてもこの分のお金は支払わなきゃいけなかったんですね。でもクラウドの場合は人が増えてきたらその分サーバーも大きくしたらいいし、人が減ってきたらその分サーバーも小さくしたらいいっていう風に自由自在にスケールができるので、機械損失も防げますし、使ってない分のコストメリットっていうところも大きく出やすくなっています。3つ目はキャパシティの予測が不要であることです。今お話ししたように、前までだったらその足りなくなったりに余ってしまったりするとすごくもったいないので、どれぐらいのサーバーが必要かを時間をかけて予測したり、いろんなデータを見て考えないといけなかったんですが、それが自由に変えられるので、やりながら合ってるタイプにしましょうっていうことができるので、そのキャパシティの予測をしていた時間っていうのを削減することができます。4つ目はとにかく早いっていうことですね。今までだったらサーバーを用意しようと思ったらその予測にもすごく時間はかかってしまいますし、その後実際申し込んでから何週間何ヶ月かかりますっていうことが結構当たり前だったんですけど、クラウドはクレジットカードとウェブにつながるパソコンさえあればすぐにアカウントは作れますし、アカウントさえできてしまえばサーバー自体はもう数分で立ち上がるというような仕組みになっています。なのでやりたいことがあったらすぐに試せるっていう速さもメリットの一つかなと思います。5つ目はデータセンターの運用とか保守がいらなくなるっていう運用の部分を楽にできるメリットになります。オンプレミスで社内にあるとかデータセンターにあるとかだったら、その何か起きた時に現地に行かなきゃいけなかったり、機器を交換する作業を全部誰か運用担当の人がやらなきゃいけなかったりすると思うんですが、クラウドの場合この機器自体のメンテナンスとかは全てクラウド側の事業者がやってくれるので、その運用のコストを削減できるっていうメリットがあります。最後に6つ目です。6つ目は、わずか数分で世界中のデータセンターを利用できるっていうことです。オンプレミスとかの場合はもちろんアメリカでサーバーが使いたいってなったら、そのアメリカまで行って設置をしなきゃいけないとか、アメリカのデータセンターを借りなきゃいけないっていうのが今までだったと思うんですけど、クラウドの場合もう選択の画面でいろんな国のサーバーが選べます。で、勝手に AWS 側でそのサーバーがこれも数分で立ち上がってくれるので、世界中でのサービスを提供したいだったり、世界中に拠点を持っている会社さんとかにとってはこれもすごくメリットの一つになるかなと思います。じゃあなんで Amazon がこのクラウド事業をしているのかっていうところに入っていきます。 Amazon といえば皆さん思いつくのはネットショッピングの方の Amazon がすごく有名だと思います。IT の知識がない方でも Amazon といえばウェブサイトだよね、ウェブで買い物できるところだよねっていうぐらいだと思うんですけど、 Amazon はものすごい数のユーザー数とものすごい数の商品数を持っているんですね。で、またそれのデータを入れておくためとか、皆さんが見るためのウェブサイトを作らなきゃとかっていうので、サーバーがたくさん必要になりました。で、AWS はどうしたかっていうと、自分たちでサーバーを購入してきて、自分たちでデータセンターを作って提供をしてたんですね。なので、その自分たちでものすごく大きなシステムを構築できるような会社でもあったんですね。このノウハウを自分たちだけじゃなくて皆さんにも使っていただきたいという思いで、この AWS という事業を始めました。Amazon で使っている技術を皆さんにも使っていただくというためにこのクラウドサービスが始まりました。それが2006年になります。で、2011年ですねに東京リージョンというものができて、日本でもすごく大きく成長がし始めていったというような歴史になってます。では最後に AWS のメリットは何なのかなっていう、他のクラウドサービスもたくさんある中で AWS のメリットは何なのかなっていうので、私が思うメリットを3つ挙げたいと思います。1つ目はサービスの種類がとにかく豊富であることです。さっきサーバーっていうもので何をしたいかによってインストールするものが違うんですよっていう話をしたんですが、 AWS の場合は例えばデータベースを使いたかったら、Amazon の方でデータベースの機能をもうインストールしてくれている RDS っていうサービスが使えますよっていうものだったり、メール送受信をしたいんだったら SES っていうサービスがありますよみたいな、そのサーバーでもうその必要な機能を入れておいてくれてサービスとして提供してくれてるものが AWS はものすごい数あります。今多分100を超えるぐらいのサービスがあったりするので、お客さんがわざわざそのシステムを構築する手間がなく、使いたいものだけを組み合わせて使えるっていう手軽さ
があるっていうのが一つのメリットかなと思います。二つ目は実績がとにかく多いことです。 AWS は今このクラウドの市場でトップのシェアになっていて、やっぱりそれだけのお客様が使ってらっしゃるんですね。これはもちろん安心感があるっていうのにもつながるんですけど、それだけいろんなユースケースがあるっていうことなんですね。なのでこんなことをやってみたい、 AWS でできるのかなっていう時に、他の会社がどういうふうにそれを実現してるのかっていうのがもうすでに実績があったりとか、まあネットで検索をした時に出てくる情報量っていうのもものすごく豊富だったりします。なので皆さんがまずやってみるという観点でも、実績が多い方ができることがやっぱり多いっていうのがあると思うので、実績が多いということがすごくメリットになるかなと思います。3つ目はお客様の声をすごく大切にしているっていうところかなと思います。毎年リインベントという大きなカンファレンスがあって、ものすごい数のサービスのアップデートがあったりするんですね。あとは金額も、まあ徐々にコストが下がってたりします。全部そのお客様の声から、こんなサービスがあったらいいんじゃないかとか、お客様の声からもうちょっと価格を下げたりとか、そういうお客様からいただいた意見をもとにサービスのアップデートをしていっていくようなところっていうのが、利用者側の目線からしてもありがたいところかなと思いますし、成長していっている要因の一つなんじゃないかなと思います。今回の動画ではクラウドは何か、 AWS は何かっていうことをお話ししました。 AWS を始めようと思ったら、まずアカウントを作っておく必要があります。アカウントの作る動画別にありますので、よかったらぜひ見てみてください。この後の実際のサービスの話とか、実際に構築をするようなところもまた動画にしていきたいなと思うので、ぜひチャンネル登録をして見ていただけたら嬉しいなと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。